はい、皆さんこんにちは。北島アクアティクスのブッチーです。本日は今日イベントがありまして、前回カット TV でご紹介しました北陸の怪童と呼ばれる小堀優希さんのですね、クロールとバタフライの動画を以前カット TV でも配信したんですけども、今回は北島アクアティクスの会員さんに向けて本日イベントがありまして、そのイベントに僕も一緒に入って練習していきたいなと思います。前に世界マスターズへ向けて僕もちょっとチャレンジするっていう宣言をしてしまったので、頑張ってバタフライやりたいなと思ってます。何メートル出るんでしたっけ？100メートルバタフライに挑戦したいなと思うので頑張りたいなと思います、はい、で最後にまだ僕チャレンジしてないので、100メートルのバタフライも現状のチャレンジしたいなと思いますので、温かい目で見ていただければなとすごい思ってます、はい、目標は59秒はい、今日は違うか。今日は違いますね。大会で59秒だと。大会で59秒っていうところなので、はい、現状確認したいなと思います。はい。じゃあ頑張ってください。はい、それではイベント行きたいと思います。どうぞ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。そしたらちょっと日本にも。バランス崩せた。カメラ撮ってんじゃねえ。勝手にカメラ撮ってんじゃねえ。柄悪いですね。やばいよ。もう結構体温まりました。お腹使ってる感じはあります。お腹使ってる感じはあります。ただちょっと曲がっちゃったので今。だから。もうちょっと体幹意識してやってみます。頑張ってください。はい。背中うまく動かしたいなって思ってます。で。実際に見てもらって、まだこれだけ。柔らかいんですけど、多分僕腰反りやすいので、うん、腰反りやすいとアドバイスいただきました。でもこれ肩から動かすっていうのは多分すごいいい練習方法だと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。やっぱりターンってこう素早くやるのが一番いいと思うんですけど、疲れてきたりとかあんまり慣れてないと膝をこう。寄せる、寄せるときにやっぱ膝を早く持ってみたいというのがあるので、一回こう一人ぐらい取った姿勢から、まあ、ここで手を抜いてもらって、はい、行きまーす。よー、
がこっち調子はどうですか。先週はやったんで調子いいですよ。調子いいですか。今日6秒2ぐらいまでいきます。前回6秒5です。ちょっと筋肉痛です。実はウエイトしたんですよ。あ、本当ですか。木曜日僕は着実に準備してますよ。大丈夫ですか2人。僕は今日スタートなので。今日スタート。今日1回目のスタートなので。今日から僕もクロール測ってないんですよ。そうですね、ハンフリー測ってない。クロールはやばいことになると思うんですよ。スカスカになっちゃうと思う。うち頑張って。じゃあ、はい、田淵コーチ、今日は何日ですか。今日は1月の16日ですかね。5日ですね。あ、ごめんなさい、1月の15日、日曜日、あ、土曜日ですね。土曜日ですね。はい、僕は、前回、ケンピーと細川コーチがやって、動画見てると思うんですけど、今日は僕が1回目ということで、100メートルバタン、はい、そうですね、現状1バタ、はい、まあ、淡水ですけど、何秒出るかと、はい、思います。目標は何ですか、今日の目標。1分3秒を目標で。3秒目標に、はい、そうですね、やっていきます。ダイブしますね。なしで。ダイブなしで1分3。頑張ります。はい、はい、応援してくれてるんで。はい、じゃあいきます。よー、はい。1分5秒74です。1分5秒74 はい、はい、前半がですね29秒76ですね。29秒76、どうですかね、泳いでみて。75から100がもう腕が上がらなかった。結構最後、はい、しんどそうでしたから。予想ちょっと通りでしたね。うん、予想通り、はい、1分5でした。1分5秒7か。ちょっとこれをあと6秒、はい、しかも調水で減らしていかなきゃいけないから、ちょっと練習量が足りないので、はい、今泳ぎ込んでベースアップするっていうのと、はい、でもかといって29じゃちょっと遅いん で、 そうです、ね、スピード上げないといけないですね。ブッチスピードも体力も両方なので、うん、頑張って、どこまで上げれるかもチャレンジします。はい、じゃあ、はい、ここまで、これで明日筋肉痛だと思いますが。はい、頑張ります。はい。